千葉県千葉中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は親知らずの抜歯の後必ず縫うのか歯茎を縫うのかという質問にお答えいたします。以前ですと私の場合ほぼ 100% 縫っていたのですが、縫うことによって腫れやすくなってしまう方がいらっしゃいますその場合縫わない方もいますし、と止血剤を入れてそのままガーゼを噛んで終わる場合もあります。またガーゼだけ噛んで終わる場合もあります場合によって状態によって縫ったり縫わなかったりはあります。ただ切開をした場合ほぼ、歯茎を寄せて治りを早くするという目的で縫うことが多くあります。その辺も先生自身にこの歯は縫わなきゃいけない、この歯を抜いたら縫わないといけないのかという質問をしてみてください。先生によって抜かないとわからないという先生が多分ほぼだとは思いますが、場合によっては縫わない時もあるという質問、答えを出してくれると思います。小さなことでも疑問があれば何でも質問してみてください。お待ちしております。